こんにちは。ちょっと大謝罪大会かもしれない。こんにちは。大謝罪大会観光かもしれない。いやー本当にね、先日の配信ではできもしないのにね、毎日配信したいとか言って大変2日もやらなかったのに大変申し訳ございませんでした。大謝罪大会だ。本当に本当にすいませんでした。言い訳、まあ、でも期待してた人は多分1割くらいしかいないと思うんですけど、反省の色が見えないね。そう、なんでかっていうと、あの配信がね、配信服着てない、まあちょっと見えるね、あの配信が終わった後に、まあ一人でちょっとお酒をたしなんだわけですよ。で一人で私と犬の銃の約束っていう映画を見ちゃいまして、まあ号泣したわけですよ。じゃ次の日マジで目の上にナメクジ乗ってるぐらい腫れちゃって、もうなんかお昼過ぎたら治るかなとか思ったけど、お昼過ぎてはもうパンパンのままで、一日パンパンのままで、ちょっとこの顔は誰にも披露できねえと思って大変申し訳ございませんでした。私定期的に一人で大量にお酒を飲んで一人でめっちゃ号泣するっていうことがあるんですけど、でも多分これ多分私なりのね、ストレス発散方法なんだろうなって思いながらやってます。泣くことによってね、全てを、てか私お酒飲んだら泣いちゃうんですよ。そう、お酒飲みながら泣くの大好きみたい。そう、泣き上戸なんですけど、結構飲みすぎると。めっちゃ伸びたな。そう、それでなんかまあすっきりしたのかな、あんま分かんないけど笑顔を取り戻しました。かわいいでしょ。クマさんと私みたいなタイトルで、あ、いいじゃんいいじゃん、このこれのスタイルで配信していこうかな。その話をしてたとお茶がビール、お茶です、泡立ってません。みんなどんだけお酒だと疑うんだ。あ、のきさんハートやかありがとうございます、ラブ。お茶です。あ、直樹さんだるまありがとうございます、ありがとう。腹立つ言い方でくさ。ウイスキーはストレートで飲んでない、飲んでない。普段の言動が失礼な。なんか休みの日にもかかわらず、なんか謎にちょっと授業があるみたいなんで、授業を受けながら配信ではないけど、やべ、6分前に始まってた。なんでさ、この土曜日にさ、接続されてるって、インターネット、土曜日にさ授業しなきゃいけないんだろうか。まあ単位を取ってない私が悪いんですけど、ち
音声をゼロにしておいて、ミーティングパスコードがわからんと。ちょっと作業してます、すいません。くまちゃんが映える、そう、映え。え、開かないんだけど。あ、開いたわ。なんでミーティングパスコードってあれなんでしょうね、貼り付けられないんでしょうね。え、これカメラオンだったらどうしよう。ズーム開くときに一番思いません？これカメラオンだったらどうしようってい。や、設定さあ、設定変えてもさ、なんかたまにさ、なんかあるじゃん、あのそのあれ、ミーティング設定してる人の側のさ、あれでさ、なんかあるじゃん。え、わかんないかな、なんかなんか急にさ、カメラだけオンになること意外とあるじゃん。怖いからカメラにしろって。え、私も貼りたいって思うくらいビビるよね。カメラに付箋貼ってる。ああ、確かに貼ればいいな。そう、あるよね、クマによって微妙に汚く見える。これでどう汚いように見える？私も髪染めます、多分。出席カードなるものを出さなければならない。よし、オッケー。パソコンを開けとくか。セクシー。安心してください、来てますよ。クマがいい味出してるね。その格好でパソコンを割るっぽくですけど、え、これマジ、マジ私のパジャマですけどね。パジマ。ドキドキさせてくれ。無理無理ぴよ。野菜の僕には刺激強い。もう全部刺激強くないでしょ、パジャマだもんだって。久しぶり感。嘘、3日前に配信。あ、なんか怪我してる、なんか怪我してんだけど、こんなとこ。
パジャマでノースリーブって、え、これねワンピースなの。だからパジャマでなんか締め付けるところが何もない系パジャマみたいな感じで使ってます。書いちゃったのかな、なんか痛そう、血は出てない、びっくりした今、お肉が。薄着、でもなんか今年の夏はさ、もう年齢的に肌出せる最後かなと思って割と頑張って薄着にしたかもしれない。私今年ミニスカート履きたいんですよ。そうお洋服狙ってるのが一個あって、それを買いに行こうかずっと悩んでる。でもね、そのずっと狙ってた8月とかから狙ってた服が、8月とかから狙ってた服がなんか売り切れ、なんかもう店舗にはないみたいな感じになってて、めっちゃショックと思って昨日サイト覗いたらもう入荷されてたんですよ。だから行こうと思って、そう、私あんまりクレジットカード持ってないんでネットで服買うってことができなくて困ってるいつまで私はネットを使わない意味で生きていくのかって感じ。クマの存在感いい感じでしょ。私一人の絵よりはなんか花あるじゃん。そう、でもカードいい加減買わなきゃとは思いますけど、でもなんか無駄遣いしちゃうのが怖いよね。ただあとめんどくさいっていうのがある。なんかそのクレジットカードを作るのがただめんどくさいのためだけに、なんとかこう言い訳を並べてる感もある。カード学生の時に使ってもらうかも。だよね。そう、でもクレジットカード持っちゃうとさ、あ、ネットで見たちょっとこの面白い漫画とかも買っちゃいそうで怖いんだよね。自分で二の腕を触る人ってあんまいない。気軽にポチれるようだったら浪費加速する。だよね。そう、それがねちょっと怖くてね。謎のキャラの存在感半端ないです。みんなこれに突っ込んでくね。そう、使ったことはない。そうなんだよね。しかもさ、漫画とかはさ紙で欲しい派だけどさ、でももう買いに行くのめんどくさいしと思ってネットで買っちゃうと、後でさ紙版も欲しかったとかなるじゃん。それはそれで良くないよねと思って悩んじゃう。本は本棚に沿ってるのが、だよね。私もそう思います。漫画はアナログ派なんだよね。好きな漫画とかは余計紙で欲しい。ネットでも紙版買えるよ。いやそうなんだけどさ、でもさネットで紙版買ってもさ届くのに1日2日かかるじゃん。だとしたらあんまりネットの意味なくないって思っちゃうんだよね。次の日買いに行けばいいじゃんって感じ。普通に買いに行けばいいじゃんって感じなんだよね。なんか今読むことに意味を感じるから電子書籍で買うのであって、別に今いらないなら自分で買いに行けばいいのになって思う。本増えすぎてあんまり本買う、私もでもあんま買わないようにしてる最近。急になかなか売ってないものも買えるから便利。まあ確かにそれはある。なかなかない本とかあるよね。この漫画全然売ってないじゃんみたいな時と、マイナーの本とかがあるので嬉しいけどね。ネットは安かったりする。ああそうなんだ、漫画も安くなるの。
本屋さんで思わんの買っちゃうのもイエーわかるー、買うつもりなかったのになぜかなんかあれ私1冊しか買う予定なかったのに3冊も買ってるみたいなね。確かにそうとか、なんかちっちゃい本屋さんには売ってないのとかもあるじゃん意外と。なんか本当にちっちゃい本屋さんだったら最新刊と、まあ、人気の漫画しか置いてないみたいな本屋さんもあるから、それが近くにしかなかったらね困るよね。送料プラスで高くなる、それもあるよね、送料が意外と高かったりする。そう、私はやっぱり本屋で運命の出会いをするのが好きなので行きたいですね、なるべく。閲覧しただけで商品宣伝してくるのは年、あああるよね。なんかさ、ずっと言ってるけどさ、 YouTube とかさ、私の見てる履歴だけでさ、適当にさ、あこいつ女だろうから脱毛進めとこっていうのすごいやめてほしいんだけど。ブックオフで新たな出会いも多分、わかる。運命の出会いって本との運命の出会いだよ、私の運命の一冊って感じ。そう、なんかお前女だからこれでも見とけよみたいな、とかインスタもそう、たまに出てくる広告、私なんか徳島の夢タウンに行ける方注目みたいなって、いや行けるけど行かねえよと思って。そう、もうなんか勝手にこっちが女だと思って押し付けてこないでって。そう、妙に具体的なの何あれ、なんで位置情報バレてんの、怖いんだけど。東京にいるときは東京にお住まいの方限定みたいな、俺も福井県に住んでる方限定。福井県に住んでるんだ。ロケーションで判定どういうこと、なんかインスタのやつとか私マジでなんで位置バレんだろうと思ってビビって、人差しバレた、今自分からバラして、あるあるだよね、お住まい限定とか、なんかこの CM が出た方はラッキーですとか言ってなんかね、みんなに出してんだろうとしか思いませんけどね。ああいう手法っていつまで経ってもなくならないんですね。てかあれに引っかかる人っているんですね、いるからやってるんでしょうね。だってこれは限定100名の方に出しているおすすめですとかさ、そう絶対儲かる系、わかるわ、もう二度とこの CM は流れません、あるよね、何あれ余計なんかこっちもムキになるわ、絶対見てやんねえって気持ちになる。でもさ、たまに漫画のやつとか見ちゃうよね、なんとかなんとか19歳みたいな、19歳意外とないか、20何歳だいたい20代後半のね、結婚適齢期を迎えた女に対してね、なんか勧めてくるんだよ、脱毛と金持ってるからか知らないけどさ、やめてくれやめてくれ、そんなに毛を絶滅させなくてもいいじゃないって思わない、もう毛は毛で生やしといてあげろよって感じです。毛も一生懸命生きてるんだ。のたさん、ありがとうございます。そんな毛根を絶滅させなくてもいいじゃないかって思うよね。あ、宇田さん、だるまさんありがとう、はるにゃんさんもだるまありがとうございます、のきさん星ありがとう、やっちゃった、おじさん向けだと毛を生やす。毛を生やしたり増やしたり、みんなすごい忙しいですね。もういいじゃないかって感じですけどね、進めてくんなっていつも思う。
けども我慢してる。株投資 FX、 私それでもあんまり意外と出てこないんだよな。最近見飛ばしてるからあんまり覚えてない。出会い系のメールたくさん来るのはなぜ？可愛い女の子ばっかり見てるからじゃない？こいつ彼女いなそうって思えてるんだよバカうざいじゃん自分マッチングアプリの広告、いやでもわかる、カップルって出てくるよね。もういいいいって思うけどね。ペアーズか、ペアーズ派とタップル派がいるの。Tinder はでも意外と CM してなくない？なんか Twitter には出てくるけど、私 YouTube で Tinder の CM はあんまり見たことないかもしれない。なんか昔はめっちゃ SK2 とかなんかめっちゃ流れてた。ペアーズもたまに流れるけど、なんかタップルの方が覚えてる。あなたの近くに相性ぴったりの人がいますなんでお前が分かんだよって感じですよね。ツーショット、ツーショット会、ツーショットお話会、ここで分かれてるから。実はごめんな、怖いわ。まあいいことも悪いこともありますよね。あなたの近くに田舎なんですけどあるある。はあ。今何時だ？39分、まああと10分くらいで終わります。リップのムラがすごい、すごいブサイク。ゆきちゃんで検索してる人は T シャツ着替える気分気が出てきました。あれ切り抜かれてんの？しんど。配信見るために家帰ってきた。それはなんか大変申し訳ございません。何配信になるの？謝罪配信？全然謝罪してないけど、なんかちょっとさすがに私的にも申し訳ないなって思ってたから、なんかこう、なんかさっきメイクして夜でもいいなって思ったんだけど、でもなんか夜だ、また夜まで後回しにするとまたやらないなと思って、そう、またやらなくて、また配信、また謝罪配信しなきゃいけないことになるからやっとこうかなってそう、もう夜にもしてまあ夜に私の気分が乗ればやります。後回しはいけないなって反省したの本当か知らないけど、配信後に酒飲んでるよ。いやもう昨日はもう飲んだんでもういいです。なんかさ、私せっかくのさ今ロングヘアなのにさ、あんまりロングヘアの楽しみがない感じがするんだよね。ハッツの出番が最近少ない。どういうこと？何の出番？ハッツとレイちゃんとノンノンとは本当に毎日連絡取ってる。最近ずーっと取り留めもない話よね。 LINE でずーっとしてる。だからなんかすごく寂しくなくて幸せです。本当にね、いい友達というかいい仲間まで持ちましたね。ね、今日買い物行ってさ、このケースを一気に変えたいんだよね。
ボロすぎん自分で言うのもあれだけど、あ、初に写真加工、そういうことね。やばいよね。昨日ルンちゃんの配信でどっちが髪長いか、どうなんだろう。ルンちゃんの方が長いんじゃない。私も今結構長いですけどね。そうなの、使ってない。いやでもね、音楽聴く分には使うのよ、これ。音楽聴くよけどね。えすごい懐かしいプリクラ出てきたよ、びっくりした。やばいよね。でもこれは4年くらいかな。 iPhone にしたら長くない？ iPhone ってなんかすぐダメになるじゃん。でもさ、私さ、東京行った時とかにさ、ピッてやるやつさ、これでやってるからさ、ピッてできるちゃんとしたしっかりしたケースが欲しいのよ。私のこれ最近のどうでもめっちゃ世界一どうでもいい悩みね。そう、ケース頻繁に変えることは対局、1個欲しいわ。でさ、使うわけ、これ意外とね。ここにカード挟んでるから、で新しいのが欲しいんだけど、でもこの携帯自体は使わないわけよ。使うけど使わないわけ。それにさ、2,000〜3,000円かけるのはすごい嫌でさ、でもかといって100円のケースはなんかなーと思っちゃって、ちょっと今のすごい悩みどころですね。なんか変なプライドが戦ってる。なんか100円のやつはなんか100円、なんかちょっとやっぱしっかりしてないかなーって。私結構頻繁に落とすから、ちょっとそれはそれで心配だし、かといって1000円超えるとなーみたいな、めんどくさい私がね、ここにねいてちょっと困ってます。変えろやって感じですけど。いや本当に変えなきゃダメだって、ここまで剥がれてきてるから。なんか塗ったら治らないかな。ここに青色のコピックがあります。塗ってみよう。無理か、無理だな。これネイルとかをさ、ちょっと塗ったらさ、なんかおしゃれにカバーできないかな。またバサのこと始めてしまった。ファンの人、ファンの人プレゼントしてる私ね、スマホケースを。ちょっとおしゃれな感じになるんじゃない。いいじゃんいいじゃんいいじゃん、ちょっといいかもしれない。てかこのネイルもうダメだな、手足には使えない。もうね、私は今絶対に後悔することをしてるんだけど、でももうこれでもう絶対に後悔することをしといて後で買うっていう方法にしますわ。どう修正してる感半端ないわ。もう買わなきゃいけない状況に自分を追い込んでいく作戦です。もうこのネイルももう中身ないから、なんかちゃんと蓋閉まってなかったんだろうなこれ。でもこの携帯人前で使うことはほとんどないんだけどね。いやまあ電車乗るときとかに使うけど、いや買える買える、もう買えるけど、なんかこれはこれでおしゃれな感じに見せられないかなっていう
なんか先に、ね、ネイルの方がくたばれそうです。ダッセー、ダサいけど違和感はあんまりないかも。もうこの辺にダメになったネイルが大量にあるのでね、ちょっと可愛い感じになったよ。え、開かないんだけど。こんだけ開かないってことは絶対中身もガッチガチでしょ。おー、意外ガチガチじゃなかった。もういいじゃん。小学1年生の夏休みって感じ。スマホケースをデコろうみたいな。まあ、小学校1年生の頃にはスマホケースなんてなかったけど、まずスマホがなかった。私そう考えたらさ、なんか今さスマホ命みたいな時代に生きてるけどさ、小学校1年生の時はなんかまだスマホなんてなかったんだよなって思いますよね。意外と昔の人じゃねって思う。だって今の JK とか本当に小学生からスマホ持たせてもらってるじゃん。今の子に笑われる。だよね。だって私一番最初のあのなんだっけ、初代のね DS やってたしね。初代の DS 半分に割っちゃって号泣して、お父さんに怒られると思って号泣した思い出がある。お父さんにレベル上げ頼まれててやってたら落としちゃって、でも私は携帯世代ではありますよ。携帯は生まれた時からあった気がする。オッケー、そう、なんかなんだっけな、私何のレベル上げ、ドラクエかな。でもなんかレベル上げすごい楽しくて私進んでやってたんですけど、なんかいとこの家にねいる時にね落としちゃってね、落として割っちゃって、で号泣して、号泣っていうかなんか、でもその時か私泣き顔は人に見られたくない謎のあのなんか強がり女だったので隠れてグズグズ言ってました。でいとこのお父さんを困らせてた記憶がある。なんでそんなプレス高い。いや私本当に昔から人に泣き顔見られるのめっちゃ嫌いで、謎のプライドの高さ。まあ今も人前で泣くなんて信じられないってか、信じられないというか、あんまり基本的には泣きたくない感じ。進んで泣きたい人はいないだろうけど、どうしよう、もし授業で春本さんって当てられてたら、実はバカダサいんだけど。どうする。やらかした。ダッサ。あなたより机の方が大事なの。机にマニキュアを残さないでくれる。ああ、マニキュアが残っちゃう。こっちにコメント来ないかな。何の話？もうケースなしで持っとこう。ケースなしはガチで私割っちゃいそう。っていうか私このスマホの中身にも意味はあるんですけど、こっちにねすごいこっちのこのあのスイカイコカさんにね意味があるので、ちょっとあんまりねスマホ単体で持つことも意味がないんですよね。
クマがにやり。やったったぜ。ぼちぼち終わりますか。私の謎のスマホ修復作業でした。すみさん、バラありがとうございます。森健銀河さん、音符ありがとうございます。宇田さん、誰もありがとう。普通にカードケース買うのはそれだよね。普通そっちだよね、思う。私も百均に行ってカードケースとスマホケースを買ってこようかな。うん、そうしようかな。ということで、はい、じゃあ春だけどありがとうございます。徳島と私の向こう皆さんのものにいただきに行きます。徳島や内容は春本由です。ありがとうございます。ランキングを読みます。13位ゆうたさん、ありがとうございます。12位のとさん、ありがとうございます。11位すぐじいさん、ありがとうございます。10位はねうまさん、ありがとうございます。9位まさゆきさん、ありがとうございます。8位うどさん、ありがとうございます。7位まぼろしさん、ありがとうございます。6位ピンク亀尾さん、ありがとうございます。5位つばまなあゆ、つばまなあゆさん、ありがとうございます。4位くんくんさん、ありがとうございます。3位梅こぼちゃさん、ありがとうございます。2位すえんさん、ありがとうございます。1位は直樹さんです。ありがとう。オンライン申し込み会を楽しみにしてます。以上、今日夢を見て、高校の時の先輩を久しぶりに夢で見たんですけど、その先輩の名前が思い出せなくて、で夢の最後の最後にその先輩の名前を思い出したのを今思い出して、その先輩の名前を今忘れてるところです。ありがとうございました。はい、バイバイ、またね。